ライブスペクタクルナルト、ほおずき水月役の前田龍太郎です。これ今態度が悪いんじゃなくて、このポーズの方が水月っぽいかなと思ってやっています。今回初めて、ライブスペクタクルナルトに出演するのですが、水月という役を演じるにあたって、彼はすごく好戦的な人間だと僕は思っていて、で僕は好戦的な人間の役を演じることが多くて、今までもいろいろやってきたので、それを生かして今回も、できたらいいなと思います。またね、僕とか、 なんか、ね、一人称僕っていうじゃないですか、水月って。なんかそういうちょっと可愛いところとかもあるので、そういうところも表現できたらいいなと思います。というわけで、ライブスペクタクルナルトは、12月より大阪と東京で上演します。皆様と劇場でお会いできることを楽しみにしています。ぜひお楽しみに。バイバーイ。